かなりトロトロの、このチーズとあの卵がね、熱によって固まってかなりトロトロ、この半熟になるんです。これがあの非常に大事なところなんです。はい、どうもー、料理人さんでーす。今回はですね、本日3動画目の撮影の際、この前にね、ハヤシライスとおでんをやったんですけど、すごいね、手間のかかるレシピだったんですね。で、3本目はめちゃめちゃ簡単なのにします。なぜなら、酔っ払ってでもできるから。僕の作るカルボナーラだから、ね、多分一番うまいです。カマンベールを贅沢に使った半熟カマンベールカルボナーラっていうね、レストランで出てきてもおかしくないぐらい、美味しいのにレンジでできてしまうっていうですね、魔法のようなレシピになりますので、今回これをやっていきたいと思います。材料説明いきたいと思います。さっさ、はい、5分茹でのものです。だから 1.4 ミリぐらいですね。早茹でじゃない普通のパスタを用意してください。卵です。L サイズ卵1個、カマンベールチーズ半分ですね、 50g ですね。ベーコン 40g、あとニンニクをスライスしたものが1かけ、材料はこれぐらいです。あとは調味料。はい、じゃあまずですね、最初にグラスを用意してください。グラスを用意していただいて、今回ですね、赤ワインが残っておりますので、これですね、チアース。まずですね、こちらのパスタ半分に折ってきます。はい、パキッと、はいはい、こんな感じですね。はいはい、パキッと、はいはい、オリーブオイルね、小さじ2ぐらい、はい、コンソメね、小さじ1、今日小さじ1よりちょっとね盛り上がるぐらい入れていきます。ニンニク、はい、こちらニンニク、スライスしたニンニクを入れていきます。これでね、すごくねスパイシーな香りがつきます。ベーコン 40g、 細めの拍子切りにしたものですね、こいつも入れていきます。お塩も少々、もう一つまみぐらいですね。はい、パラパラと入れてあげます。あと水、はい、270cc です。はい、これを流してください。カマンベールですね、ドカッとね打ち合ってください。この状態で600ワットで11分チンします。はい、蓋しないでくださいね。このままです、このままですよ。もう一仕事していきます。卵をですね、ボウルに割り入れてください。はい、こんな感じですね。はい、溶いていきます。でこれね、温めてる間にやってください。早めにですね、割り入れて混ぜておくことによりですね、卵がね常温に戻ってですね、火が入りやすくなります。はい、11分ありますので、ね、その間にやっといてください。はい、こんな感じですね。はいはい、ということでですね、チンし終わったのはこちらです。カマンベールの皮は残ってるんですけど、混ぜるとね全然気にならないので、そのままやっちゃってください。この状態だと結構ねシャバシャバ感が出るんですけど、バターをですね1個混ぜます。はい、こっから手早くやってください。はい、手早くやらないとですね、卵固まらないのでね、混ぜ終わったら、少し温度が下がりますので、ここでですね、卵を投入していきます。はい、混ぜていきます。はい、卵がいい感じに固まってトロトロになってくるんですね。あ、もう結構トロトロになってきましたね。これ手早くやらないとシャバシャバになりますので、皆さんピーってなったらですね、すぐやってください。これね、温度すごく大事ですからね。これね、かなりトロトロの、このチーズと卵がね、熱によって固まってかなりトロトロ、この半熟になるんですね。これが非常に大事なところなんです。はい、それではですね、盛り付けいきたいと思います。はい、でひねるようにですね、スパゲティはね高く盛るとね、冷めにくくなるのでね、いい半熟具合になってますねこれね。はい、チンをし終わったら手早くこの工程をやるのがコツですからね。冷めると、こういう感じで半熟にならなくなってしまいますのでね、動画はねいいですよね。こういうのがねちゃんとね言えるのでね、140字レシピですとなかなかね全部伝わらないので、だから YouTube をやっております。はい、黒胡椒ですね。はい、たっぷりかけてあげて大丈夫です。はい、上からパセリを少しかけてあげて、半熟カマンベールカルボナーラの完成でございます。はい、それではですね、できましたので、食べていきたいと思います。いただきます。とろっとろですよこれ。卵がねすっごくいい感じで固まってて、とろっとろになってます。うまいですね。はあ、とろみ、むしろレンジの方がうめえんじゃねえかっていうぐらいうまいですよこれね。僕ね108個ぐらいねカルボナーラのレシピあるんですけど、その中でもね多分ね一番うまいですこれ。うん、本当に高級レストランの味するんですよこれ。外で食べるカルボナーラより僕のカルボナーラが僕は好きですね。すっごいおいしい。カルボナーラはね、もう今までね、もう何百も作ってきましたけど、いまだにね、これはちょっとね、あんまり超えられないんですよね。まあ、カマンベールね、半分使ってるから、それは美味しいに決まってるんですけど、それにしても美味しいですね。はい。卵
マンベールのねとろっとしたチーズとね、あの半熟の卵が絡み合っても本当に極上のソースになってるんですね。フライパンでも作ろうと思えば作れるんですけども、あのフライパンだと温度調整がすごい難しいんです。だからレンジでね作ってください。熱いうちに混ぜてくださいね。熱いうちに混ぜないとこんなにね卵は半熟にいかないんですよね。ちょっとね味変としまして、これねタバスコをねちょいちょいとかけて、食べていただくとなんとですねチリトマトカルボナーラっぽくなるんですね。これね、うん、この辛みと適度な酸味が非常に合う。僕の2019年おすすめレシピベスト10に入りますね。ベスト3に入るかな。びっくりするほど美味しいので、皆さんあの僕と同じ方法でぜひねぜひ作ってみてください。本当に美味しいと思います。今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいかなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。Beep.